2階から目薬、3階からぼた餅。3階じゃなくて棚からでしょ。あ、本気で間違えた、恥ずかしい。で、3階から落ちてきたぼた餅がぶつかったらかなり痛そうよね。せめて棚からじゃないと口でキャッチできないよね。キャッチできるかしら、ぼた餅を。大きくない。まあ、ことわざ遊びも尽きてきたところで寝る前のお話にしましょうか。ぼた餅じゃなくて、おにぎりのお話はどう？寝る間にお腹空いちゃう。いぶり山。昔々、3人の海女さんが修行のために山に入ろうとしていました。年老いた海女さんと中年の海女さん、そして若い海女さんです。深い山だわ。私たちはここでどうやって生きていくのかしら。若い海女さんが不安に思うのも仕方ない。山には住む家もない。食べるものも満足にない。殺生は禁じられていますから、魚や獣を捕ることもできない。自生する山菜や木の実を当てにするしかありませんでした。あれ、海女さん方、どこへ行きなさる。山のふもとに住む村人が話しかけてきました。修行のため山に入らせていただきます。本当かい。なんもねえ山だし気をつけなよ。はい、ありがとうございます。一番年上の海女さんは笑顔で答えました。この海女さんはすでに御仏のような優しいお顔をしていて、他の海女や村人たちからも尊敬されていました。私たちは辛く苦しい修行に身を投じますが、それも仏の道に近づくため、3人で心を合わせ乗り越えましょう。3人は葉っぱをかき集め寝床を作り、キノコや木の実を集めました。御仏の恵みに感謝していただきましょう。たったこれだけ。必死になって集めた食料でしたが、あっという間になくなってしまった。粗末な食事、これが何日も続き、さすがに海女たちは体から力が抜けていくのを感じました。お腹が空いた。そんなある日のこと、空腹の3人がぼーっと空を見上げていると、空からキラキラと何かが降ってくるのが見えました。あれは。光の落ちた方へ3人が向かうと、そこにはなぜかおにぎりが3つ、竹の皮に包んで置いてありました。おにぎり。周りを見ても誰もいない。明らかに天から降ってまいりましたよね。これはきっと仏の道を目指す私たちへのお恵みに違いありません。感謝していただきましょう。3人はおにぎりを夢中で食べました。不思議なことに、それから毎日おにぎりが3つ、天から降ってくるようになりました。ありがたい、ありがたい。しかし1つでは足りない。もっと食べたい。おにぎりを食べても空腹が満たされることはなく、山で瞑想をしていてもおにぎりはいつ降ってくるのか。1つだけじゃなくてもっとたくさん食べたい。頭の中はそればかり。そしてある日のこと、若い海女が辺りを散策中に偶然崖の上で果物の木を見つけました。おいしい、いい場所を見つけたわ。すると上の2人がやってきて、あなた何か食べているの。あ、今果物の木を見つけたんです。今まで崖には来たことがなかったから気がつきませんでしたね。私たちに隠れて食べていたの。え、いいえ、今見つけたばかりで。独り占めするつもりだったの。え、いえ、違いま。どん。あっ、私たちなんてことを。カッとしてついあの子を落としてしまった。いいえ、あの子は自分で落ちたのですよ。足を滑らせて。え、この木の実、
集めて帰りましょう。はい。そして翌日、昨日あんなことがあったのに、二人はいつも以上にワクワクしていました。だって、いなくなった天の分のおにぎりを食べられる。そう思ったから。来ましたよ、おにぎりが。そして包みを開けると。え?てっきり三つ入っていると思ったおにぎりは、二つしかありませんでした。人数分しかない。やはり、御仏が見ていなさるんだ。あの子が死んだこともご存知なんだ。今に罰が当たりますよ。落ち着きなさい。御仏が罰を与えるつもりなら、どうして今もおにぎりを振らせているのでしょう。あれは事故でした。気に病むことはない。いいえ、私は山を下ります。もう耐えられません。あの子が死んだことも寺に行って、ちゃんと供養してやらなければ。修行を放り出すことは許しませんよ。間もなく冬になります。そうなればどうやって生きていけましょうか。今ですら、このおにぎりで命をつないでいるのに。わかりました。では支度をして、明日、山を降りましょう。もうすぐ暗くなってしまいますから。はい。翌日。では、今から山を降りますが、あの子のために崖でお経をあげてから帰りましょう。はい。そう言って二人であの崖に向かいました。ああ、許してちょうだい。では、お経を。ドン。修行をやめる?とんでもない。そんなことをすれば私の立場がない。それに、あの子を崖から落としたなんて知られるわけにはいかないのよ。年上の尼は修行の時期が終わるまで寺に帰るつもりはありませんでした。尼はその日のおにぎりが降ってくるのを一人で待ちました。もし二つ降ってきたら独り占めできる。もしかしたら一つだけになっているかもしれないけど仕方ない。おにぎりさえあれば、とりあえずの間、命を落とすことはないだろう。しかし、いくら待っても、それ以来、天からおにぎりが降ってくることはありませんでした。そして間もなく厳しい冬がやってきて、厚く雪が積もりました。季節が流れ、雪が溶けて、やっと春がやってきて。ずっと雪で山に入れんかったが、あの尼さん方は無事に修行は終わりなさったかのう。む?林の中からガサガサ何か来よるな。や、山馬か!なんと、それは山から降りてきたあの年上の尼さんで、以前のように慈愛にあふれたお顔ではなく、ヤマンバのような風貌。すさんだその姿で村人を見て、ニヤニヤと笑っていたのでした。はい、おしまい。現在の福井県福井市と大野市の狭間にある伊吹山のお話でした。尼さん三人の間で弱肉強食の戦いが繰り広げられていましたね。年長の尼さんが修行の意志が無理だと認めて早く山を降りていればあんな悲劇は起きなかったことでしょう。たとえ格好悪くても無理だと認める勇気が必要な時があります。おやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。